激辛ジョニーです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、私ですね、今宮崎にいるんですけども、ここまでね、東京からバイクで飛ばしてきて、いよいよ最終目的地の、宮崎に入りました。ということでね、宮崎といったらあの辛麺が有名ですけども、宮崎発祥の、はい、今日はですね、あの有名な元祖辛麺松本さん、宮崎本店に参りました。本店ですよ。大阪とかでも他の、ね、県とかでも松本ね入ろうかなと思ったんですけども、やっぱどうせ行くならね、もう本場宮崎の本店に行きたいかなと思って今日参りました。メニュー表ではね、30辛まではまあ表示してあるんですけど、今回はなんと100倍に挑戦してこの宮崎に激辛の名を残していきたいかなと思います。レッツゴー。これどうやらこれ麺を選べるみたいですね。こんにゃく麺、中華麺、うどん、あとまあご飯、縮れ麺とかありますけど、まあこれがですね、まあスタンダードなものがこのこんにゃく麺なんで、今日はちょっとこんにゃく麺にしたいかなと思います。でまああとまあトッピングが選べたりとか。お、来ましたかね。おー、こちらが、はい、100から来ました。おー、すごい。地獄のスープとかしてすごいな、これ。もうマグマとかしてますよ。すごいね。いただきます。さあ、辛麺屋松本さんの100からお手並み拝見ですよ。あ、ニンニクの香ばしい香りがすごいしますね。もうこれね、スープがすごいですね。もう沈まないですね。もう沈まない。唐辛子まみれですよ。もはやミートソースですね。わー、きたー。結構な重量感だね、これ。うん、あー、うまい。入ってる具材、ニラ、卵、ひき肉でしょうか。あとニンニクが、ニンニクの風味がぐわっと口の中に広がります。あとこの麺が特徴的ですね。このこんにゃく麺ってなかなか聞かないですけども、この宮崎辛麺特有の冷麺みたいな感じですね。非常に弾力があります。うん、うま辛い。これはうま辛いね。うま辛ボブ、うま辛ですね。うん、これ見た目以上に、あの見た目ほどそんな辛くないですよね。本当にうま辛い。おい、いけるぜ。うん、スープじゃないね、これ。麺はもうほぼほぼ終わったんですけど、これあと残りスープですけども、果たしてこれはスープというのでしょうか。完全に固まってますけど、うん、うん、めちゃくちゃ量多い。量とのバトル。唐辛子自体そんなにあのやばい唐辛子は使ってないんで、チョロキアとか殺意のある感じじゃないですけど、お腹いっぱいになってきた。さすがにここまで食うとね、もうお腹パンパンですよ、マジで。ごちそうさまでした。それではじゃあ早速辛さレベルの発表していきましょう。宮崎辛麺松本さん、宮崎本店ですね、この本店。はい、100から辛さレベル、じゃんじゃん、辛さレベル5です。おめでとうございます。5です。辛さを売りにしている専門店さんなんでね、あのよくあるのこう激辛チャレンジメニューみたいなのも、あの
突き抜けた辛さっていうのが、うま辛が売りなんでね、本場のやっぱ宮崎辛麺ですからね、非常にニンニク風味が効いて、なおかつね、ニラとか、美味しいですし、ボリュームもあって、もうこの一杯でも満腹満腹と大満足の一杯でした。宮崎辛麺を本場の宮崎で食べたということにね、意味があったかなと思います。ということで、もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とかも更新しますんで、フォローお願いします。非常にね、このこんにゃく麺ってね、特徴的ですけどもね、これこんにゃく麺とは言ってもね、こんにゃくが入ってるわけではありませんからね。